マグレガーは、スコットランドのサッカー選手。スコットランド代表。スコティッシュプレミアシップのセルティック FC 所属。MF。マグレガーは、セルティックのユース出身。2009年にトップチームに昇格した。2012年のスコティッシュユースカップ決勝戦の対、クイーン・オブ・ザ・サウス FC 戦で、ハットトリックを達成し、チームの8から0の勝利に貢献した。 2013年には一時的に、ノッツカウンティに期限付き移籍し、12得点をマークした。ノッツカウンティでは8月7日のフットボールリーグカップ、第1ラウンドのフリートウッドタウン FC 戦で、初出場。2014年7月15日の UEFA チャンピオンズリーグ2014から15予選の KR レイキャビーク戦で、初出場し、唯一の得点を記録した。 その後のレギア・ワルシャは NK マリボル戦でも得点した。2014年8月13日にはセント・ジョンストン FC 戦においてリーグ戦デビューを果たし3から0の勝利に貢献した。8月29日に5年契約で契約を更新した。年代別のスコットランド代表に招集され成果を上げている。 2014年8月には U-21 代表で5試合1得点の結果を残している。この月に彼は A 代表のメンバーとしても招集された。2017年11月、親善試合のオランダ戦でスコットランド代表デビューを果たした。2021年5月 UEFA ユーロ2023カメンバーに選出された。同大会では、 グループリーグ第3戦のクロアチア戦で代表初ゴールを決めたが1から3と破れ決勝トーナメント進出はできなかった。ありがとうございます。